信州は山形村にやってきました。長野県にはお蕎麦の食べ方、ご当地でそれぞれ違うんですけれど、こちら山形村では山地蕎麦という食べ方がとても有名でして、その山地蕎麦の有名なお店の情報をいただきました。早速行ってみましょう。こちら山形村の観光名所の一つ、ミラフード館。それではお蕎麦屋さん行ってまいります。はい、というわけで信州は山形村にやってきました。こちらで名物の山地蕎麦を食べたいと思います。こちら山形村には唐沢蕎麦集落という、通りがありまして、数百メートルの間に本当にたくさんのお蕎麦屋さんが並んでいる、とても珍しい通りがあるんですよ。はい、このようにね、もう至る所にお蕎麦屋さんの看板を見ることができます。こちら江戸時代中期から明治時代にかけて開拓されたという土地だそうでして、非常に広大な農村地帯の中にある本当に不思議な感覚のエリアですね。お蕎麦屋さんばっかりがあるんです。みんな行ってみたいな。はい、今日お邪魔するのはこちら石引蕎麦水車さんでございます。唐沢蕎麦集落に入ってすぐぐらいにある店舗ですけど、こちらお店の中ですね、山地そばのポスターなんかも貼ってあります。とてもモダンで雰囲気のいい店内でした。冬には稼働するんでしょうかね。中央にこのように薪ストーブなんかも置いてありましたよ。こちらメニューですね、山地そば950円。今日こちらの大盛りを頼んでみたいと思います。他にも冷やしとろろ、きのこおろし、田舎そば、粗挽きそば、いろいろありますね。こちら温かいおそば、温かい山地そばっていうのもなんかあるみたいで、それも非常に気になりました。山地そば大盛りになります。来た、山地そば大盛り。なんか見た目ゴージャスですよ。山地そばの大盛り1300円でございます。このようにおそばの上に山形村名産の長芋、それをね、大根のつまみ台に切ったものをすりおろしたやつじゃないですよ、細切りにしたものをドーンと乗せてあっても、とても美味しそうだった。ただいつものようにおそばだけ切っていただきます。香り美味しかったな、これ。さあ、それでは長芋と一緒にお蕎麦いただきますよ。これ私思ったんですけれどもね、初めての食感、そんな感じでした。ビジュアル的には冷やしたぬきそばみたいな、ぶっかけそばみたいな、そういうイメージなんですが、これ長芋が乗っているというだけでもう全然違うお蕎麦でした。初めて食べた。そして芋のね、シャキシャキ感がすごく良かったな、これお蕎麦とあって。なるほど、特産と特産を掛け合わせたらこうなるかみたいな、この食べ方があったか。とろろ蕎麦っていうのはよく店舗であるんですけれども、こういう風に千切りにしたものをお蕎麦の上に乗せて食べるという全く新しい食感でお蕎麦を食べることができました。とても美味しかったな。そしてやっぱりね、芋の粘りがあって美味しかったんですよ。さあ、そしてタレを一気にかけてどんどん食べていきますよ。まだちょっと残ってるかな。全部かけちゃう。これ本当長芋の食感とそばの掛け合わせ、この考えた人すごいなとかって思います。本当に新しい食感で美味しかったな。なんかね、粘り気もね、ちょうどよくそばに絡み合って、でそれでいてね、そばの風味が全然失われてない、本当に不思議な食感、
そしてさらにそれが美味しい。付け合わせにあったわさびなんかも混ぜるとちょっとアクセントになって、香りなんかも余計引き立ちましたね。ここ山形村に行ったことある人は分かると思うんですけれど、本当に広大な農村地帯が広がる場所でして、さくらんぼとかブルーベリーとかリンゴなんかの栽培も割と有名みたいですね。そういうふうに果樹菜園がたくさん広がっているのが、またこう特産が長芋ということで、なんか出荷量が全国3位ということらしいですよ。でその長芋とお蕎麦を掛け合わせて生まれたのがこの山っち蕎麦というお蕎麦です。だから、ね、山っち蕎麦の、ね、定義があるみたいですよ。手打ちであるってことでしょ。それから大根のつまみたいに麺状に切った山形産の長芋を乗せるという、この2種類以上の、ね、薬味を乗せるということもあるみたいです。で今温かい冷たいっていうのもあるんですが、冷たいのはぶっかけで食べるというような、こういう お皿で盛られたお蕎麦にするという、そういう定義があると思います。最後にどんどん食べ進めますよ。美味しかった。あ、そして蕎麦湯が出てきました。見てください、この湯気熱々。これをねお皿に入れて私飲みました。これ正しいんでしょうかね。もし正しい飲み方知ってる人がいたら教えていただきたいです。でもね美味しかったな。熱々だしサラサラ、それがまた芋の少し残った粘り気と相まってグイッといきましたよ。はい、ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。信州は山形村にやってきました。長野県には各ご当地でお蕎麦の食べ方があるんですけれども、こちら山形村では山っち蕎麦というお蕎麦がとても有名です。その山田のもの、噛んだ。